はい、今日は床張り、フローリング張りの動画をやっていきたいと思います。まず今日張る床なんですけど、この東洋テックのフロアになります。まあ、フロアって言ったりフローリングって言ったり、まあ、その違いについては今度別動画で上げたいと思います。まあ、このフロアは床暖対応になって、まあ一般的な床材になります。でまず張る道具ちょっと紹介していきたいと思います。これがまあ叩いて入れる道具になるんですけど、まあサネ入れなきゃなんないんで必ず叩くんですけど、まあこれは木でも対応できます。これは専用の商品になります。まあこの方がサネ入りやすいんで自分はこれ使ってます。でこれはボンドですね。これも専用のウレタン系の、まあ床なりしづらいボンドになってます。これも一般的にこれ使ってます。でこれはフロアタッカーっていう道具なんですけど、まあこれは釘みたいなやつで止めるんですけど、まあこれも専用工具でなってます。でまず張り始めなんですけど、ちょっと分かりづらいんですけど、この炭、まあ、この印を仮に1本まっすぐ出していきます。まあ後から分かるんですけど、これが一番大事な、まあ、張り始め大事な炭になります。このフロアの幅っていうのは基本的に303mm なので、それより少し離したところで炭を、この張り始めが曲がると全部曲がっていくんで、かなり張り始めは重要になります。もちろん割り付けもしっかりしなきゃならない。こんな感じでフロアタッカーでこの見えないところに持ってきます。でこの最初に出したこの炭ですね、これは炭壺で出してるんでまっすぐなんで、この炭をいかにちゃんとまっすぐ出してやるっていうのが大事です。そしてこうフロアから当てて、まあこれ 70mm ぐらいなんですけど、こう寸法で測って最初の張り始めがまっすぐかどうかを確認してます。よくフロア本体に303のところに炭出す人もいるんですけど、自分はこうやって少し離したところに出した方が間違いないので、そういうふうにやってます。でまあこれ逆張りするところは切り張り買って、まあ糊だけで押さえるような感じで、まあこういう細工してます。でまあこのフロアタッカーエア工具なんでホース付きもんなんで、まあ、乗りついたら、まずいんで、まあ、邪魔にならないように、こういう風にやると、かなりいい。で、早速、床材、このフロアを切っていきます。もう寸法の方は全部、取ってあるんで、まとめてどんどん切っていきます。一般的には乱張りといって、まあこうランダムにこう3着、まあこれ1820なんですけど、その半分910のところでこう順番にこう張っていくような感じになります。なるべく床張る時のポイントとしては、まあ、張り始めさえしっかりなってれば、もう
間違えるようなことはそうそう、まあ真四角の部屋であれば間違えることはないんですけど、まあ自分らの場合もちろんスピードも大事になってくるので、こういかに無駄な動きを少なくするかっていうのが非常に大事になるんで、この辺容量を考えながらこう針じまいの奥の方を攻めたり、こう一列一列では張っていかないです。こう横の動きが、まあ、歩く距離が多くなるんで、なるべく歩かないように、なるべく動きを最小限にして張っていくのが、まあ、早く張るコツになります。まあ、DIY の場合は早くとかはないと思うんですけど、まあ、自分らは速さも重要になるんで。で、まあ真四角じゃないところに関してはこう刻みが結構増えるので、ちょっと大変になるかもしれない。なかなか口でこう説明するのは難しいです。まあ、ちなみにこの針じまいって言って、まあ、最後の壁際の部分、こことかは、まあ、壁際っていうのは幅きがつくので、そこは、まあ、脳天から上から止めて幅きで隠すような、それが一般的な収め方です。まあ、幅きない家ってそうそうないと思う。リフォームで幅きなしでやるときはかなり大変です。まあこんな感じで、ちょっと針じまいはノリを多めに入れてほしいです。まあ、この針じまいに関しては、バール、まあ、自分らバリって言ってるんですけど、バリでこう。まあ、専用工具もあるんですけど、バリでこうやって、まあ、ここ傷ついてると思うんですけど、まあ、ここははばきで隠れる、そういうのがいっぱいあります。まあ、これはばきの厚みによって打った球の跡出ちゃうんで、ちゃんとその辺は考えてやらないと。でまあ、糊のつける量も大体人それぞれなんですけど、まあ一般的にこんな感じで糊は入れます。まあ木でこう叩いて入れてる人いれば、この専用工具だとすごく入りやすいので、これはすごい、このフローリングヒット、まあ今売ってるかわかんないんですけど、似たようなのはあるのですごいおすすめですね。でまあこれも最後の針じゃない。この針じまいの部分に関してはちょっとノリを多めでやってます。まあ、この張り始めと張りじまい、ここがちょっと寸法的だったり、まあ若干一般の人には難しいと思いますけど、まあこういろんなやり方あるんですけど、まあここはフロア分壁のボードを上げてるんで、そういう風にやればスムーズに入ります。まあ、突き付けの場合だとなかなかカンナーが必要になったりします、ね。
あ、このフロアタッカーも、まあ、なしで自分は貼ったことないですけど、なければフロア釘っていうので手でやるだけだ。まあちょっと簡単にはなったんですけど、こんな感じでフロア貼りざっくり終わります。また次回の動画で詳しくやりたいと思います。